デュバル軍はアメリカ合衆国フロリダ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は86万4263人であり、2000年の77万8879人から11.0%増加した。軍庁所在地はジャクソンビル市であり、同軍かつフロリダ州で人口最大の都市でもある。 1968年から、デュバル軍とジャクソンビル市の政府は統合されている。デュバル軍は1822年に設立され、軍名は1822年から1834年まで、フロリダ準州知事を務めたウィリアム・ポープ・デュバルにちなんで名付けられた。デュバル軍は、ジャクソンビル大都市圏の中心軍である。デュバル軍となった地域には、ヨーロッパ人が入ってくる前の数千年間、 様々な文化の先住民が住んでいた。ジャクソンビル市にあるティムクアン生態歴史保存地内で、考古学者たちが、紀元前2500年と推定される、国内最古クラスの土器編を発掘した。ヨーロッパ人が接触する前に、北フロリダの海岸地域には、ティムクアン語を話すモカマ族インディアンが住んでいた。ヨーロッパ人が入ってきた時、デュバル軍となった地域の大半は、 地域でも強力な部族だった、サチュリワ族が支配していた。16世紀には、フランスの開拓地、カロリーヌトリデが作られ、18世紀には、ヨーロッパ人の開拓地が増え、その中に、カウフォード、後のジャクソンビルがあった。デュバル軍は1822年に、セント・ジョンズ軍から分離して設立された。軍名は1822年から1834年まで、 フロリダ準州知事を務めたウィリアム・ポープ・ディバルにちなんで名付けられた。軍創設時の領域は西のスワニー川から東の大西洋まで、北はスワニー川川口から南はセント・ジョンズ川沿いのジャクソンビルまで広大なものだった。1824年に軍域からアラチュア軍とナッソー軍が設立された。1858年にはクレー軍が分離した。 セント・ジョンズ河河流の南と東は1840年代にデュバル軍内に編入されていた。1968年10月1日、デュバル軍政府はジャクソンビル市政府と統合した。ただし、ジャクソンビル市内に入っていないアトランティックビーチ、ボールドウィン、ジャクソンビルビーチ、ネプチューンビーチ各市は独自の自治政府を維持しており、統合の範囲に入っていない。 ジャクソン市にあるデュバル軍庁舎アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は918.24平方マイルであり、このうち陸地773.67平方マイル、水域は144.57平方マイルで、水域率は15.74%である。地形は海岸平原であるが、いくらかうねった丘陵がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1968年の市軍統合により、ジャクソンビル市長とジャクソンビル市政委員会が、軍政委員会に代わって政治を進めている。選挙管理官によれば、2008年一般選挙時点の登録有権者数は53万6584人、このうち41万7599人が、 投票を行い、投票率は77.83%だった。ありがとうございます。